あまりにも短いと100歳までは生きられません。あなたがどうしたら幸せになれるか、どうしたら成功できるか、どうしたらロールスロイスを変えるか、それを考えているうちにあなたは知っています。カラオケに入るまでにできるだけ早く幸せをゲットして成功をゲットするか。今回の東京都知事、都知事大学の長く参議院、おそらく東京都知事になるでしょうね。私が東京都知事になったら、あの新宿のバカでかい東京都庁、あれを半分にカットと思うじゃない、4分の1カットです。縦に1回カット、横に2回目のカット、4分の1です。マックさん、東京都民に向かって一言もらえませんか。どういう、東京都民に、個人です、うん、東京都民が260万人、石原さんに投票して、まあ、石原さんが、やめましたよね。である意味では1300万人のうちの260万人の方が、まあ、都知事に捨てられたということです。その捨てられた東京都民を誰かが拾わなきゃなんか、私が拾います。で、私は名前はマック赤坂という名前なんだけども、260万光年向こうのアンドロメダから降臨しました。だから金をつけてます。そして、東京都民を救うために、東京都知事に立候補いたしました。ぜひ応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。応援します。応援してください。